立浪部屋は日本相撲協会所属の相撲部屋。現在は出羽の海一門に所属している。1915年に春日山部屋に所属する元小結び緑島が現役を引退して年寄り四代立浪を襲名し、同時に春日山部屋から分家独立して東京府東京市本塾に立浪部屋を創設した。代は横 双葉山と、羽黒山に、大関、名鎧はという、辰波三馬ガラスと称された三人を筆頭に、数多くの関取を育て上げ、一代で辰波部屋を、相撲界を代表する大部屋へと成長させた。また、別系統だった高島部屋も、一門として迎え入れ、辰波はじめ門を形成した。1952年12月に四代辰波は、聖居し、 それに伴い、四代、辰浪の娘婿である横綱、羽黒山が二枚観察で五代辰浪を襲名して、辰浪部屋を継承した。五代辰浪は1953年9月場所にて、引退してからは、年寄り千人となり、先代からの弟子である大関、若羽黒に、関脇、羽黒山、北の世、途吉山という当時、辰浪四天皇と称された四人を筆頭として、 数多くの関取を育て上げた。1965年1月には8代、おいて風の定年退職により閉鎖された、おいて風部屋から、所属力士を引き取った。伊勢ヶ浜一門と協力し、立浪伊勢ヶ浜連合を形成していた。1969年10月に5代立浪が逝去し、それに伴い、5代立浪の娘婿である9代おいて風が6代。 辰波を襲名して辰波部屋を継承した。六代辰波は、先代からの弟子である大関、朝彦国や、関脇、黒姫さんのほか、自身の時期弟子からは総歯黒を横綱にまで育てたものの、1987年12月に総歯黒が六代、辰波との対立から配慮し、その後は徐々に部屋の勢力が衰退していった。平成時代に入ってからは、 日本大学ズモ部出身者を多く迎え入れており、その中から小結、友の花や大小宝などといった石取りを排出している。1999年2月に六代立浪は定年退職を迎えたため、六代立浪の娘婿で同年、1月場所中に現役を引退して立浪部屋の 部屋付き親方となっていた純年寄り、朝日豊が年寄り、七代辰波を襲名して、辰波部屋を継承した。この際に、辰波部屋の部屋付き親方である十二代竹熊は、辰波部屋に入門していた、自身の息子二人を連れて辰波部屋から、分家独立して竹熊部屋を創設した。しかし、ほどなくして七代辰波は、部屋経営や、 指導方針の意見の違いから六代立浪と対立するようになり、自身の妻とも別居状態に陥った。2000年8月に六代立浪夫婦は東京家庭裁判所に家事調停の申し立てを行い、七代立浪に対して娘との離縁及び年寄り名跡、立浪の襲名継承金の支払いと立浪部屋の建物の返還を要求したものの、 朝廷は成立しなかった。その後、2001年に6代タ津波は7代タ津波に、対してタ津波部屋の返還と年寄り名跡の襲名継承金1億7500万円の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に起こした。2003年2月に出された一審判決では6代タ津波側が勝訴したものの、2004年1月に、 東京高等裁判所にて出された、控訴審判決では一審判決を破棄して6代、立浪の請求を棄却し、さらに同年7月には最高裁判所にて6代、立浪の上告を退ける判決が出されたことにより、裁判は7代、立浪側が勝訴している。2003年8月には、元横綱、総白炉の北尾工事を部屋のアドバイザーに迎えた。 2006年1月場所にモンゴル出身のモーコロウが新十両へ昇進し7代立ツナが部屋を継承してからは初となる関取が誕生した2007年8月には部屋を東京都墨田区両国から茨城県筑波未来市陽光台へ移転した2012年1月に行われた日本相撲協会理事選挙において7代立ツナは2010年1月に 二所の席一門を離脱してから、高野花グループを形成して活動する、高野花親方に投票したことを表明し、同年5月に辰波部屋はそれまで所属していた、はじめ門から離脱した。その後は、鷹の花グループに合流して、一門での合同稽古を行うなどの活動を行っていたが、2018年5月に離脱を表明。同年9月18日、 出羽の海一門の会合に出席して、加入を要請し、承認された。なお、2018年現在までに立浪部屋からは、中川部屋、時津風部屋、春日山部屋、大島部屋、竹熊部屋が、分岐独立している。2021年4月4日に、同年2月まで、時は山部屋として使われていた台東区、橋場の建物を改装し、同年、 5月場所後に移転する予定であることが報道された。移転の理由については、東京場所での両国国技館への移動の負担を軽減することであることが示唆されている。10月まで21台地下の裏が居住し、11月には完全譲渡になるという。2020年12月10日、日本相撲協会は幕下以下の力士3名が、 新型コロナウイルスに感染したことが確認されたことを発表した。翌11日にアクアそしてマクシュタイカの力士6名の感染の確認も発表された。つくば保健所の指導に基づき、9日に確認された感染者の濃厚接触者として PCR 検査を受けた結果であるという。陽性者10名のほとんどは無症状であるが、11日、 発表時点では1名が入院、2名が指定ホテルにすでに移動しており、他7人も11日中に指定ホテルで隔離される予定。立浪部屋は11日に Facebook を更新、専門業者により部屋施設の消毒が行われたことを報告している。師匠の7代、立浪の検査結果は陰性であったという。で稽古は禁止されており、 力士たちの行動記録からも他の部屋の力士との接触はないと見られる。19日、相撲協会は、立浪部屋で新たに、幕下以下の力士一人の感染が確認されたことを発表した。10日の PCR 検査では陰性であったが、17日に鼻水が出るなどの症状があったため18日に二度目の検査を受けたところ、19日に陽性の結果が出たという。力士は、 外出を控え、同部屋の力士とも接触していないため、濃厚接触者はいないと保健所は判断。力士は保健所の指示により、ホテルに隔離されている。同日、立浪部屋はフェイスブックを更新し、協会発表の補足説明を行った。二度目の陽性者が出て以降、立浪部屋は残った力士たちを完全に個別生活させており、同日と、 翌20日に部屋施設の消毒が行われるという。すでに入院している軽症の感染者は順次退院の予定となっており、稽古再開については保健所の指示に従うこととなる。柴田山広報部長は、急がせても仕方ない。帰ってきてから自主隔離でいろいろ見てからでないと難しいと話している。20日に更新された立浪部屋のフェイスブックによると、 アクアか数名が部屋に戻ってきたという。全国的な感染拡大そしてこの事態を受け、相撲協会は新たに各部屋に通達を出した。医療体制も逼迫し、東京都も4段階レベルのうち最も高い警戒度となっている。25日から外出禁止期間となり年明けにはすぐ初場所も始まる。今一度厳重に注意して行動してくださいとの内容であるという。 同月26日、辰波部屋はフェイスブックで、筑波保健所の指導のもと自粛生活をしてきたこと、保健所からの電話連絡により自粛生活を終えていたことを報告した。同月28日、柴田山広報部長は、新型コロナウイルスに感染した歴史11人が26日までに全員退院したことを電話取材で明かした。同日、立浪部屋も、 フェイスブックを更新し、感染者全員の退院とその後の体調、体温も安定していると報告した。今後も保健所、専門家の指導のもとに、力士たちを管理していくという、ありがとうございます。